在日朝鮮人の小学生が通う民族学校。東京都内には現在9校あります。その1校が突然東京都から土地の明け渡しを求められたのは去年の暮れのことでした。江東区枝川にある民族学校、東京朝鮮第二初級学校です。生徒は60人、先生はたった8人の小さな学校です。戦後すぐの1946年に開校しました。6年生のリ・ジョンテ君、おじいさんの代から3代続けてこの学校に通っています。同じクラスのリ・ギオ君もまた親子3代にわたってこの学校に通ってきました。家もすぐ近所の2人にとってこの学校に通うことはごく当たり前のことと感じています。なぜこの通わせてすぐ学校を作ったのか、それぐらいにやっぱり自分たちはできなかったけども、自分たちの下の代子どもたちにはやっぱり自分の国の言葉や歴史や文化やそういうのをぜひとも教えてあげたいというそういう熱い心があって創立もされましたし、今現在にも至っていると思うんですよね。運河に囲まれた町枝川、学校のあるこの地域は古くから在日朝鮮人の町として知られていました。戦時中強制的に日本に連れてこられた朝鮮人などおよそ1000人を東京市が移住させたからです。当時は埋め立てが終わったばかりでゴミ処理場しかない荒れ地でした。下水道や道路の整備などは住民自身が行いました。朝鮮部落、朝鮮部落って言うから来てみたら本当にひどかったですよね。もう全部長屋のような形でね、雨が降ればね、もう膝の下まで水がすぐ溜まるような状態だし、ちょっと台風なんて来るとね、腰の上まで水が荒れしてね、畳の上にも上がったり、床下浸水したり大変だったですよ。住めるような状態じゃなかったですね。そして終戦の翌年、この地に民族学校が誕生しました。この学校もまた住民の手作りでした。この運動場だって全部ね、砂利を持ってきたり砂を持ってきたり、自分の子供を4人もここへ出してますからね。朝鮮学校、やっぱり子供にとっても自分の学校だし、私にとってもそうだし、私たちの命ですね。2003年12月、東京都から1枚の訴状が東京地方裁判所に提出されました。小学校が土地を不法に占拠しているとして裁判を起こしたのです。長年小学校が都から無償で借り受けてきた土地の明け渡しと契約が結ばれていなかった1990年以降の地代4億円余りの支払いを求めてきたのです。嘘だろうというような感じで、みんな本当に顔が赤くなるぐらいとんでもない話だということで大変怒って話にもなったんですけども。こう話すのは長年都と住民とのパイプ役を務めてきた枝川住宅管理委員会のキム・ソンテ委員長です。2003年夏まで東京都は歴史的に特殊な事情を抱えている枝川の住民に対して地価の 7% という極めて低い価格で土地を提供してきました。朝鮮の人々を強制移住させた上、劣悪な環境を放置していた事実を認めたからです。小学校の土地が払い下げの対象から漏れたのは宅地の管轄が財務局だったのに対し、小学校の土地は公安局の管轄という都側の事情が原因でした。それまでの交渉が有効的だったからこそ、今回の裁判は住民にとって予想外だったのです。私たちの取材に対し東京都は
契約が切れている以上、土地の明け渡しを求めるしかない。学校側の主張する歴史的経緯については、裁判とは別の問題であると答えています。今まで行政がこんなに僕らと話をしてて、継続すると約束をしてたものを、こんな簡単に白紙撤回になるのかということで、なんか騙されたような、本当にびっくりした形でしたね。算数の時間、学校では日本語の授業以外、すべて朝鮮語で行います。落ち着かないジョンテとギオ。放課後に補習を受けることになってしまいました。ふざけ回っては先生に叱られる、そんな毎日です。最近の子はね、そういうやんちゃな子がいなくなって寂しいんです、反対に。でもこの子たちはすごいやんちゃなのが私はすごい好きなんです。私も小さい時にちまちょごり来て学校行く時にね、大人の人にお前朝鮮かよ、醜く臭いなとか、そういうふうには言われながら通った方なんですけども、今の子たちはもっとひどい状況の中で通ってますよね。ようやくクラブの時間がやってきました。途端に生き生きとするギオ。今子供たちの一番の楽しみはクラブでサッカーをすること。ギオとジョンテは在日の選抜チーム FC コリアに選ばれています。クラブの帰り道、もう一つ楽しみにしていることがあります。駄菓子屋で食べるもんじゃ焼きです。食べてて、食べながらスケッとして、あれ一個だけよ。ジョンってもう全然丸くなってない。何しろ楽しそうに食べてるの。そう。あえぞ。ひたすら休んで。これ鉄板が傾いてんの？店が傾いてる。店が傾いてるね。もう倒産寸前だよなんて。日本の子供たちと比べて何か違うところってありますか？ない。かな。まあ個性的なのはねあるかもしれないけど、うん、同じ。そう子供です。そう。昔ながらの下町の雰囲気を色濃く残す枝川。小学校の立ち退き問題には日本人の住民も関心を寄せています。朝鮮の人たちとともに土地の払い下げを受けたこの男性もその一人です。自分もてっきりその住宅の時の払い下げに学校も対象になってたのかなと思ってたんですよ。その朝鮮人日本人っていう区別なく、もうちっちゃい頃から一緒になって遊んでたっていう感じなんですよね。卒業まで間もない2月下旬、大雨の中学校へたどり着くと、校舎の脇に大きな瓦礫の山ができていました。老朽化した校舎の壁が剥がれてしまったのです。文部科学省の規定では、専門学校と同じ各種学校に分類される朝鮮学校。日本の私立学校などに比べて補助金が格段に少ないため、校舎の補修などには予算が回らないのです。
壁はひびだらけ、校舎のあちこちに老朽化が目立ちます。校舎はこのように古いんですけども、中に入ってみるとね、本当にこの手作りの学校だというか、あ、いろんなところに手をかけているんだなというのがこう感じるような、もうそういうことで今頑張ってるというか、まあ、心痛いのはやっぱり先生たちに対する給料がこの、まあ、遅れるだとかね、滞るとか、まあ、それももちろん頭痛いですし、あとはここに必ず必要なやっぱり教材教具を揃えたり、もう授業のためにこれが必要だという時にも買ってあげられない、買えない、そういう時にはやっぱり心痛いですよね。校長先生の負担も少なくありません。遠くから通う子のためのスクールバス、ドライバーを雇えないため校長先生自らがハンドルを握ります。登下校の2階、子どもたちの送り迎えをするのが日課です。やっぱり大変ですか？もう慣れましたね。大変とかあんまり使うとき以外は。バスいらねえ気持ちよ。さよなら。日本で生まれ育ったんですけども、朝鮮のやっぱり民族としてのね、その文化を継承して、で日本でもやっぱりしっかりと、まあ、一般的な言葉になってしまうんですけども、まあ、しっかりとというか立派なそういう朝鮮人として誇りを持って生きられるような、そういう子供たちがたくさん出ればいいと思いますね。その中でやっぱり何年に一人ぐらいはね、もう本当に日本中だけではなくて世界にも活躍してるような、そういう卒業生が出ればもっと嬉しいですよね。それは卒業式まであと3日。この日の授業はアルバム作り。小さな学校だけど思い出はたくさんです。6年間の写真を一枚一枚選んでアルバムに貼っていきます。卒業式の日がやってきました。6年生は10人。ジョンテとギオも今日でこの学校を後にします。またすぐ会えるなっていう気持ちと、うん、いなくなっちゃったっていう感じでちょっと寂しいですね。学校はなくならないよっていう、そういう心の中ではそういう気持ちでいるんですけど、何かの拍子でなくなってしまったら
まあ、卒業生が帰るところがなくなるっていう面ではすごく悲しいことなんで、絶対そういうことにならないように、まあ、なってほしいなと思いますけど。また8人の新しい1年生が入学してきました。6年後、8人がこの小学校を卒業できるかどうかは裁判の行方にかかっています。